いいなチャンネルは新しい1年がスタートしました。今年もどうぞいいなチャンネルをよろしくお願いします。今週のいいなチャンネルは白鳥市長の新春インタビューをお送りします。明けましておめでとうございます。市長、今年もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。今年の新春インタビューは昨年8月に完成した若宮団地高齢者住宅千塩根からお送りしています。薪ストーブもあるのでとても暖かな空間になっていますね。そうですね。この建物はですね、若宮団地の建て替えの中で高齢者の方がそれぞれ孤立をしないように、でこう集合住宅という形でお一人の、方もご夫婦の方も入居できるようにして、でここはの共有スペースで、お茶を飲んだり、将棋をしたり、いろんなことができるような場所ということで、そのシンボル的なものでこの薪ストーブも入れたんですね。木をふんだんに使ってます。でこれは地元の木を使おうってことで、カラマツとか赤松、ヒノキ、こうしたものを各部屋にも全部使ってるんですよね。でさらにここの暖房についてもペレットボイラーということで、地元の木、間伐材を使って、それを燃料にしたペレット、このペレットを燃料にしたボイラー、これを入れてるので、それからこの若宮団地、老朽化をしているので、この高齢者の集合住宅を皮切りに次は一般住宅、これをいくつか作って、その後には今度また、子育て世代向けの住宅、これを作ってっていうふうに順次建て替えをしていきますね。さて、はじめに市長には2020年を振り返っていただけたらと思いますが、昨年は新型コロナウイルス感染症が日本はもとより世界で猛威を振るっていました。今も続いているんですけどね。コロナで本当に一変しましたよね、社会が。特になしで今まで毎年のように繰り返してやってきた、例えば桜祭りとか稲祭りとかですね、あるいは春の高校稲駅伝とか、このビッグな行事が軒並みもう中止ということになっていったんですね。現在はこうイベントは感染症対策を行いながら実施しているかなと思うんですが、これからのイベントの実施のあり方についてどうお考えでしょうか。感染症対策についてはきちんとしていく、例えば手指消毒だとか、あるいはそのマスクの、着用は当然ですけど3密を避けるとか、そうしたことをやりつつ、今年の春の高校稲駅伝、これはやる予定でいます。でこれも日本の陸上競技連盟のガイダンスにのっとって、開催を、に向かっていくんですけども、そのようにしながら元の姿に戻りつつあるのかなと。11月の頭に実施をしたキャリアフェスティバル、伊那市内の中学生2年生全員が集まって、この地域の伊那あるいは上伊那の企業の皆さんからも参加してもらいながら、この地域にはどんな仕事があるのか、どんな会社があるのか、そこで働いている皆さんはどんなこう思いで働いているのかっていうね、開催しようと思っていたんですが、どうしてもコロナで難しいと、やむなく中止しようかっていう話もあったんですけど、生徒の皆さんが実行委員会を組んでやってくる中で、どうしてもそれはね、辛いと、なんとかしたい、なんとかならないかっていうのがギリギリ出たんですね。もう中止にしようと思って中止を伝えたんだけども、子どもたちはどうしてもやりたいと。でそこでまた力を発揮してくれたのが市の皆さん、職員だったり、またNTT 東日本の応援部隊だったりね、そうした皆さんがネットワーク、Zoom を使ってテレビによっていろんな企業と結んで、都合60社
が参加をしてくれて、で、みんなが集まらなくてそれぞれの学校ごとにいろんな企業あるいは人とつながってできたっていうね、これも素晴らしかったですね。昨年は支援の面でも迅速な対応を心がけて行ってきたかなと思うんですが、そうですね、コロナ対策として補正予算を組んだりして、でもね、第8弾までやってきました。さらにこの先もやっていこうと思ってますし、本当に困っている皆さんたちにこう手を差し伸べること、これは私たちの仕事ですから、飲食店ももちろんだし、バスタクシーの運輸に関わる皆さんとか旅館だとか、あと理容室美容室の理美容の皆さんとかですね、で、一般の企業もそうです。これ以上続くともう無理だっていうね、いう状況まで来てますので、これ私たちができることはもう精一杯、とことんやっていこうという覚悟で今いるところですね。医療従事者の皆さんは本当に今必死の思いで、当たってもらってるんですよね。自分がやらないんで誰がやるんだということを言ってまして、本当に覚悟を持ってそのコロナ対応に当たってもらってるということで本当に頭が下がりました。だから、そうした医療従事者に対しての偏見だとかいうことはあってはならないわけですし、また万が一かかってしまった人で、かかりたくてかかったわけじゃないですからね、そうした皆さんに対してもやっぱりこういつ自分がかかってもおかしくないよという、そうしたスタンスで接してもらいたい、そんなことは切に願っていますね。高津屋筋トレ教室です。楽しく体操をしています。まだまだ続くよ、せーの、いいなチャンネル。2020年は4月にぐるっとタクシーの本格運行が始まり、また8月には UI マーケットの本格運行が、さらに遠隔で診察が受けられるモバイルクリニック事業の運用が行われるなど、新たな技術を使って地域の課題解決のため様々な取り組みが行われています。まずは日本中同じ境遇なんですけども、地方自治体というのはやっぱり高齢化とか少子化、過疎化、こうしたことはもう全ての日本の市町村には付きまとってるんですよね。大都会だけがだんだんこう人口はまだまだ増えていってるという、その形態は全然変わってません。高齢化が進み、子どもが少なくなって、で過疎地域がどんどん増えていって、限界集落なんていう嫌な言葉がありますよね。こうしたことは私たちも直視しなければいけないと。っていう中で、さらにとって農業だとか、つまり自分たちが食べるものですよね。あるいは自分たちが飲む水とか、あるいはこう薪もそうなんですけども、その燃料ですよね。そうし、あるいは電気にしても自分たちが賄えるわけですよ。私たちの稲では全てとは言わないまでもある程度できるわけですね。で、そういうことを考えたときに、高齢化であっても、農業後継者が少ないといっても、今のAI だとかスマート農業とかね、そうした新技術、新しい技術を導入するとそれはカバーできるという思いで、まずスタートしました。一次産業の林業としても業界としては、後継者が少ない。でもそれをカバーするのは新産業技術、ドローンを飛ばしたり高性能機械で、あるいはこう無人の機械が動いていくとかね、いうことでカバーできるだろうということで、農業林業はスマート化していきましょうね。で、農業でも今田植え機にしても人が乗ってない田植え機がどんどん増えていくっていうね、そうしたことで今のマイナス要因、マイナスとして今捉えているところをカバーしていってしまうということがまず一つですね。地域の課題を直視をして分析をして、どのようにしたら解決できるかって考えた時に出たのがモバイルクリニックであったり、人工知能を使った搭載をしたぐるっとタクシーであったり、であればテレビ、ケーブルテレビのチャンネルを使って買い物ができるとかね、言った UI マーケット、こうしたものなんですね。
まあ、あの地方だからいろんなことがもう都会に比べて劣ってるとかできないとかいうことは全くなくて、逆に地方だからこそ私たちは都会にできないことがどんどんできるんだと。だから自活ができる地域、この地域で循環が生まれていくような、で、ずっとこう継続していくことが未来永劫できるような地域を作っていく、そのための手段として、まあ、新産業技術があったり、でそれを使うための私たちの知恵があったりということで今に至っているんですね。まあ、技術というのは日々進化しますので、今日よりも明日、明日よりも明後日っていうふうにどんどんこう怠けることなく、とどまることなく、次から次に新しい技術を取り入れてもどんどん進化していこうということで今伊那市は取り組んでいるんですね。詳しく各事業についてお聞きできたらと思うんですが、昨年の4月にはぐるっとタクシーの本格運行が始まりましたね。バスは走っているんだけども、バスの本数が少ない、バスに乗りたいんだけどバス停までが遠くてとてもじゃないけど歩いていかれない、あるいは荷物があると無理だ、これも現実として課題として見ると、じゃあどうやって変えていきましょうかって言った時に、自分の玄関先までタクシーが来てくれて目的地まで連れてってくれる、で目的地からまた別なところ、あるいは自分の家まで、しかもこれ距離に関係なく定額料金で500円なら500円、いつでも予約すると使えるっていう、そうすると移動困難者のための課題が一つ解決できるわけですよね。それから家に閉じこもっていて行く手段がなかった皆さんが自分の意思でいろんなところに行くことが可能になってくるっていうね、大好評でして、でその声を聞いている天竜川の東側の方からは、いつ来るんだと、心待ちにしてるから早くしてくれということで、かなり、矢野催促のような状況ですね。2020年4月から西春地下地区龍斎西箕輪地区にお住まいの皆さんを対象に運行を開始したぐるっとタクシーは、2021年度中に伊那市内の全域運行を目指しています。4月には富潟、東春地下地区、新山、金見、長谷地区にて運行が始まります。運賃は距離に関わらず定額500円で、運転免許を返納された方や障害者手帳などをお持ちの方は250円で乗ることができます。2020年はこの他にも全国初となった自治体によるドローン配送を用いた支え合い買い物サービス UI マーケットの本格運行が始まりました。ドローンとケーブルテレビを利用した新しい買い物の仕方で、午前中にケーブルテレビや電話で注文するとスーパーの商品が拠点となるドローンポートから各山間地のポートへ運ばれ、その日のうちに配達されます。配達は集落支援員やボランティアの方が安否確認も兼ねてご家庭までお届けします。過疎地だとかお年寄りが一人で生活をしている、二人で生活をしている、もう買い物に行かれない、仕方ないねっていうことで諦めてたのが今までですよね。だけど今の私たちの始めている UI マーケット、これを使うとその日の夕方には全部届くわけですよね。全て機械だったら、まあ、無機質なんですけど、最後のところっていうのは集落支援員とかボランティアの方とかね、お願いをして、で、届けてもらう、でそこで会話がある、ちょっと心配だったらすぐに連絡をするとかね、まあ、そういうこともできますので、最後の最後は人が介入しましょうねっていうコンセプトでやってるんですね。本当に困ってる人一人でもいるんだったら、それをサポートするっていうのが行政の役割だということで、まあ、よく最近聞く SDGs ってありますよね。誰一人取り残さないっていう、まあ、そうした思いの中では誰一人取り残さないぞというのが伊那市の方針なんですね。通院が困難な高齢者が自宅でオンラインでの診察などが受けられるモバイルクリニック事業も医師会と協力して行われています。医療機器と通信機器を搭載した専用車両に看護師など医療スタッフが乗り込み、患者宅に出向いて医師がオンラインで診察を行うものです。
昨年の11月には薬剤師会と協力してオンラインでの服薬指導の実証実験も行われ、実用化に向け取り組みが進められています。お医者さんが乗らない、移動診療所ですよね。でこれの背景ってよくよく見ると、医師不足、看護師不足、あるいは交通、弱者といって自分で移動することがなかなかできない皆さん、これが実際増えているわけですよね。でそれを解消して医療を平等に、あるいは医療を漏れなく提供するためにはって考えた時には、モバイルクリニックが出てきたと。この薬局でお薬出しますねっていうと、そこで薬局の情報が行くとドローンで運んでくれるとか、あるいは第三者が運んでくれるとかね、いうことになってきますんで、田からいろんなことがこう変わっていってるなっていうことがよく分かってきますよね。例えばそのドローンを使ってこう川の上を渡って物流するっていうような地方創生推進交付金事業ですと、1000万かかる事業とすると950万は全部国が見てくれるんですね。で残りの 5% を伊那市が出すと。でこれも例えばふるさと納税とかそちらの方から持ってくるともっと安くなっちゃうっていうね、もうほとんどゼロに近いっていうことになります。でなんでこんなこう有利なというか、普通ありっこないような、予算措置がされるか、全部目を通してじゃあ最もこう可能性のある、実現性のある、やはり横展開のできそうな、そういう提案はどこかって見ていくと、伊那市のいいじゃないのっていう、で採択になる。で採択になると 95% は国からのお金でもできるということになるんですね。モバイルクリニックについてはトヨタとソフトバンク、巨大企業が出資をして作ったモネテクノロジーズという会社、それと世界的な医療機器メーカーのフィリップス、そして伊那市、この3つがコンビを組んで、でモバイルクリニックを今実証から実装、横展開も始まってるんですね。でこれはこのお金は 100% トヨタのモビリティ基金、トヨタからも全額もらってます。そういう取り組みが、持続可能な社会を作っていくと思いますので、これからも新産業技術についてはしっかりと前に進めていかなくちゃいけないかなと。その他にも教育分野もね、もちろんありますし、福祉分野もありますので、そうしたところに新技術を導入しながらやっていくということと、もう一つは一番大事なのは安心の地域ですよね。そうした地域を作っていこうとしているのが伊那市ですので、こう日本を支える地域として伊那市がこれから存在をもっと脚光を浴びてくるだろうなっていう気がしますね。でその中に新産業技術をどんどん入れていく、で人々が豊かにまた笑顔で暮らしていける、そうしたあの地域を作っていこうっていうのは私たちの思いでもあり、また夢でもありますね。ありがとうございます。次回はその2021年の抱負などをお聞きしたいと思います。次回も続けてよろしくお願いいたします。はい、お願いします。続いてお知らせです。税務課から国民健康保険税などの納付済額のお知らせについてご案内です。今回から確定申告や住民税申告の際に社会保険料控除の参考資料としてご利用いただくため、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料の納付済額を1月下旬にはがきで通知します。対象は各科目を令和2年1月1日から12月31日に普通徴収により納付した方で、納付済みの額を通知します。特別徴収分は従来通り年金保険者から発行される公的年金等の源泉徴収票でご確認ください。ご不明な点は税務課までお問い合わせください。来週は新春市長インタビュー後編をお送りします。それではまた来週。